2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半前和先生です。現在ゼルトレーダーは FX 統一となってます。今回ですねインジケーターなんですけども、ライブでですね先日ですけれどもね試験投資をちょっと始めてます。こちらなんですけれどもシグナルが来まして打ちました。今2万2000円ですね。このようにね試験投資しております。インジケーターこちらですね、こちらの方からシグナルが出ましてね USDCHF ですが、これですねこのシグナルが出たわけですね。で現在の時間はこうなんですけれども、このシグナルが出てもう決まるかなと1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ですね。それでですね、ダブルコンポのあのインジケーターです。分析がね、勝率 78.45% ですね。じゃあ45回、シグナルが出てます。そのうち 78% の勝率で出てます。あきつくなっちゃったな、上がっちゃってちょっと出てきちゃったですな。これ下がったな。大変怖いところですね。開けちゃったかな。なんか勝ったみたいですね。ギリチョンで勝ったみたいですよ。ね。こう上がったんですけどね、なんとか勝ちましたね。このインジケーターはこうですかね。あ、評価では勝ってましたね。ギリチョンですね。ギリチョンでした。厳しいところでしたけども。インジケーターとしては言っても最低ギリギリでしたけども勝ちましたね。厳しかった。ここですね、シグナルが出ましたけれどもこの、時間帯ですね、2時31分20秒ですね。ギリちゃんですね。はい、そういうことでした。なんとか勝ちました。